はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、やっていきましょうということで、まあ皆さんからのコメントいただいたんで、これこちらでね、メンタル不調復活早いですねっていう感じになるんですけど、そうですね、まあ、もう多分ほぼほぼ、肉体的な面に関しては、まあ大体、まあ回復してるんじゃないかなっていう感じにはなりますけどね。はい。メンタルの件に関しては、まあ大体これ脳みその回復で大体もう180日とか大体かかるの知ってるんで、まあ半年間ぐらい要するに、まあやっていかないといけないだろうねって、完全に回復するにはっていう話ですよね。はい。いう感じになってるんで、まあ、やってます。まあ仕事とかで別に支障が、今のところなんか支障があったら、まあ皆さんに、ツイッターとか X とかで、まあこういうことがありましたっていうんでお伝えしますし、YouTube もまあこういうんでちょっと変だなっていうんですけども、まあむしろ、そうですね、コロナ前より好調ですかね、今。コロナ前よりは、ちゃんと仕事うまくいってん、まあ、仕事うまく回せるな、みたいな。まあ、掃除が楽しいっていうね。はい。まあ、塾の掃除をしたり、こう、YouTube の動画を撮ったりするのは、なんて楽しいんだろうとか思いながら、なんてこう、視野がちゃんと見えて、ちゃんと要するに動画撮れてるんだろうとか思いますけどね。はい。まあ、ニュース系の要するにところとかは、ちょっと今控えてるんですけど、ああいうのやっぱり見ちゃうと、ちょっとまだ不安かなっていうのが私の中ではあるんで、そう、情報いっぱい入れちゃうと脳が疲れちゃうんで、まあ、ちょっとやめとこうかな、みたいな感じでは見てますね。はい。まあ、またそういうのもね、撮っていけたらね、さっさと撮ろうかな、というふうに思ってます。はい。で、こちらですね、3時間睡眠、この話はあくまで3時間睡眠を1500日やった松井先生という超人の、要するに個人体験が、メンタルを要するに崩壊させたっていう時で、今復活の最中という感じになってるんで、あくまで個人体験ですし、松井先生がこうだから自分がこうならないのは、ダメなんだとかいう風な考え方をするのはやめましょう。皆さんいいですか？その理屈で行くんやったら3時間1500日までは人間は壊れないから1499日行ってから要するにあとは 寝ればいいんだみたいな理屈が成立するじゃないですか。そんなことはないんですから。ないんで。もうだから前提条件おかしいね、いうことですね。はい。まあメンタル不調で復活早いですねって言うんですけど、まあそうですね。ただ、これはやっぱり個人差があるんじゃないですかね。だから僕が復活が早いからっていうことになるんですけど、復活が早いってことは、まあ、人としてあんまり真面目じゃないっていうことなんじゃないですかね。僕、ギャグだと思ってて、復活が遅い人ほど真面目で、なんていうの、実直で、まあ、一個のことに対して一途にやったりとか、まあ、人をちゃんと要するに愛するであったりとか、なんかそういったことっていうのをちゃんと積み重ねって言ったら、まあ、基本的には全般的に真面目な方が多いんじゃないかなっていう感じですね。だから、まあ、復活が早いってことは、基本的に性格がチャランポランだっていうことじゃないのかなと。まあ、いう風な感じになってくるっていう感じになるんですかね。はい。で、まあ、性格の問題っていうことになるんですが、まあ、一応まあ、私、こう、スーツ着てなんか真面目にやってるんですけど、まあ、毎回言うんですけど、一番目なんですけど、根がバカなんで、根っこの部分がバカなんで、偏差値が高い、低いで言うなら偏差値は高かったのかもしれないですけど、発想が多分ヤンキーと大して変わらないっていう感じになるんですよね。喧嘩に勝つこと男のロマンみたいな、なんかわけのわからんノリ。だからそれがただ単純に、その別にボクシングの世界じゃなくて、ね、レスリングの世界とかプロレスの世界とか、要はそのいろんなそのスポーツの世界とかじゃなくて、ただ単純にそれがたまたま学問だったから、まあ、比較的見えてないだけかもしれないけれども、なんか根性で乗り切ろうみたいな感じのことっていうか、一生懸命要するに頑張って要するにやっちゃおうみたいな感じだし、まあなんかとりあえず YouTube なんで動画上げてたら、まあとりあえず再生回数回って要するにチャンネル登録者数増えてくんちゃうみたいなね。そういうなんか軽い乗りで、初めて軽い乗りで来てみたいな、感じでやってるんで、まあイメージすると、まあ基本的に根っこがバカっていうことですね。はい。まあ二つ目っていうことになるんですけど、まあ二つ目、これも私の特徴ですかね。はい。まあ、弱い自分もちゃんと愛せるよっていうところですね。ああ、弱い自分も俺なんだなっていう、はい、感じですね。まあ、強い時の自分と、まあ、弱い時の自分があって、まあ、今回メンタル不調が起こって、その、まあ、いわゆる自分の中では存在していないであろう、こう、自分っていうのを発見できるわけなんですね。はい。存在してないであろうっていう自分がこう発見する。あ、こんなに俺って脳みそがバグると、あ、弱いんだとか、まあ、私の強さって基本的に何かというと、自分が自分であるということと、自分で決定したことを、要するに自分が責任を持つっていうことと、自分がやったことに関しては、要するに、自分に要するに何かするっていうことに関して自分で責任を持つとか、その、つまり、自分っ
ていうものの柱っていうものが、こう、精神的な柱だったりですかね。っていうのが、これがコアの部分としてこうガンと存在してる。要は、でかい大黒柱みたいな感じで、自分がこう、だからこうするんだっていう風な感じ。だから、その決断決断においては、要は自分っていうものがちゃんとあって、それに対してやってる。だから人に頭を下げてる時でも悔しいなという思いではなくて、ここは頭を下げなきゃいけない場面と。で、僕は要するに頭を下げなきゃいけない場面だから、誰よりもこう要するにしっかりと頭を下げて謝罪をしようみたいなね、感じのことなんですね。つまり、だから悪いことが起こってても、いいことが起こってても、その悪いところでは悪いなりに、いい時はいいなりに、自分で考えた最善の結果っていうことですね。最善の結果を要するに自分でそうやってやろうっていうことがあるんですよ。で、その自分の決断に関しては、間違ってたかなとか言って、こう反省したりとか何やかんもあるんやけど、その、自分の決断に対してはそれはもう要するにそれはしたことだから、仕方ないっていうふうなところがあったんですが、要はその、メンタルがやられちゃうとか脳みそがやられてるってことなので、その判断と判断基準と判断しようという決意が揺らぐんですね、これ。これが揺らいだときに、あ、ここまで追い込まれるんでっていうふうな感じでしたね。私もだから正直メンヘラみたいに言いましょうね。はい。びっくりしましたけど。はい。ああ、みたいな。僕を捨てないでー、みたいなね。メンヘラみたいになりましたけれども。まあだからそれを見たときに普通だったら、うわ、気持ち悪いなっては、なんて変なことやってんだろうって普通は思うんですけど、まあ、私としては、あ、そんな自分もいるんだっていう、まあ新たな発見があったからっていうふうな感じで、まあやってて、あ、そういうお前も俺なんだねっていう感覚なので、まあ今自分も愛せちゃいますよっていうことですね。で、まあ三つ目っていうことなんですけど、まあ無意味にポジティブっていうことですね。はい。もうなんかずっとそうなんですけど、なんか、そうですね。だから元気になったから余計それが要するに表に出てきてるんだと思うんですけど、だからもう無意味にとにかくポジティブにしか考えないっていう癖があるっていう、ことがあるんですよ。だから、これもそうなんですけど、だから弱い自分も愛せますよねっていう風な話になった時に、だから弱い自分に出会えたっていう考え方。そう、弱い自分があって、あ、メンタルやられてなんて自分は要するにダメなんだろうっていう風な話なくて、あ、こういう風な感じになったという感じになる。で、こういう、あ、こういう自分に出会えたんだみたいな感じで、まあなると。まあいうことですね。で、まあ、仮にですけど、もしこれ僕3時間で1500日間要するにやって、本当にメンタル不調で要するに倒れたと仮にしたとしても、多分考え方としては、よう俺は頑張ったなと思うんですよね。平均時間3時間の睡眠で1500日耐え抜きましたっていうふうな、それもなんか、うつ病のなんかエピソードなんか1ページ、2ページとかじゃないですか。俺多分なんか100ページぐらいあるんやけど、一人でっていうふうな話じゃないですか。一発一発がなんか重たいんですけど、みたいな。なんぼ井上直弥でも、なんていうの、3日に一遍のペースで、タイトルマッチしないじゃないですか。そうでしょ。15日後に、タイトルマッチねってやらないじゃないですか。具志堅用高でも15日でタイトルマッチとかやらないじゃないですか。いや、メンタルと要するに、その、ボクシングは違うよって言われたらそうやけど、いや、それぐらいの重みはあるよっていう話になるんで、いう感じになってくるんで、まあ、その状況で多分耐えられたら、まあ、俺だけかなっていうぐらいの感覚できるんで、これ耐えれるかってことも、もういろんな人に聞いたんですけど、これ耐えれないでしょみたいな話になる。まあ、耐えれないでしょねみたいな話になるんですけど、はい。まあ、いう感じになってるんで、まあ、その状況からも、まあ、1500日いたっていうことは、まあ、ポジティブだし、そうですね、はい。だからまあ、それに対して、まあ、なんていうんですかね。まあ、他人も迷惑いっぱいかけたりもしたりってところあるんですし、まあ、大切なものを失ってしまったっていうのもあるんですけど、うん、はい。まあ、大切なものを失ってしまったんですけど、まあ、これが本当にもっとね、最悪の事態だったりしたら、まあ、DV になってますとかね、暴力を振るってますとか、そういうことに なりかねないわけじゃないですか。まあ、多分そうなってたら、多分、まあ、それこそ本当に立ち直れなかっただろうな、というふうな感じにはやっぱ思うんで、まあ、だから早い段階で言ってはかなりもギリギリいっぱいのところでも気づいたんですけども、まあ、ギリギリいっぱいでも、まあ、気がつけて逆に良かったなと。で、まあ、行ったら、まあ、そういうふうに、要するに、精神科の病院に行ったら、行く人の気持ちがわかるし、で、どういうふうになって、どういう気持ちになってるのかもわかるし、で、どういうふうに見えるのかってもわかったし、まあ、教育者としてね、
今後要するにね、あの子供が休みに帰ってましたって言ったら突然要するに不登校になりましたとか、人間関係で悩みましたとか、いろいろあるわけじゃないですかね。学校行きたくないですとか、ね、あのなんかお父さんが仕事行きたくないですみたいになってるんですけど、どうしますかとか、いろいろこうあるわけじゃないですか、当然ね。なんという時に、まあこういう時っていうのはこういうのがあるよっていう風な話ができるし、まあそういう人の気持ちもわかるようになったんで、まあ逆に良かったかなぐらいの感覚ですね。はい。悔いがないというか後悔をしていないという感じですね。まあ俺は俺なりに、まあその時々で、まあやるべきことはやってたっていうふうに自信があるんで、まあそれが良かったかなという感じですかね。ただ、その、やっぱりこう、真面目な人って、私からするとやっぱ真面目な人はやっぱ治りにくいんじゃないかなっていうのは俺の感想ね。なってみて感想なんですけど、やっぱこの弱い自分のことを隠したいか見せたくないか、もしくはそういったものを要するに否定したいっていう気持ちが多分高いと思うし、根っこが要するに真面目で賢いから、どっちかっていうと賢いから、こういうふうにこう物事を考えていったら、こうあらなきゃいけないよねっていうふうに、まあ思っちゃいがちになる。だからこうあらなければならないとか、こうでなければならないみたいな感じに、まあなるかなっていう感じになりますよね。まあ俺はもうだから、その状況その状況に応じて、まああるべき手っていうのを考えるんで、こうあらなきゃいけないっていう概念がないんですよ。こうでなければならんよねっていう感覚って多少はあるんですけど、そうそう、女性は大切に扱わなきゃいけないとか、そういうのは全然あるんですけど、男女間に関してっていうのに関しては結構モラルがガーン高いんですけど、それに関しては特にないんで、まあ猫がバカだったんで、まあこうだよねみたいな感じになってる。で、三つ目なんですけど、まあ、無意味にポジティブって言うんですけど、まあね、精神科医ってね、この短期間で、1週間、2週間ぐらいでね、ポジティブになれってね、なるやつの方がちょっとおかしいんちゃうかと思ってるわね。まあ、こっちですね。こいつがおかしいんちゃうかっていう話になってるっていう感じですね。だから、まあ、私が回復が早いですよというのを見てですね、まあ、皆さん見てですね、なんで要するに自分が回復できないんだろうっていうのは思うのはちょっとやめといてくださいね、という感じですね。はい。まあ、減点法じゃないんで、加点法なんで、私どっちかっていうと考え方が、あ、これがこうできるようになったからプラスっていう、これがこうできるようになったからプラスっていう。そうそう。で、自分が要するに欠点を直さなきゃいけないとか、仕事してる時とか、平常時だったら減点法で自分のとか、ここ俺まずいよなっていうのはやるんですけど、これ危機が訪れた時とか、有事が発生した時って真逆のことやるんで、私。加点法で全部ガーってやっていくという感じですよ。授業スタイルも私も一緒です。成績が低い子は基本的にできることを探していく。だから加点法でやっていく。で、ある程度要するに成績が上がってきて調子に乗り出すと減点法に指導を切り替える。っていうような感じも私はやるんですけど、まあそれが自分に対してもまあやることは基本的に一緒なので、まあそうですね。だからこういうメンタルが不調の時はどちらかというと加点法でやっていくっていうね。ここできたから俺偉い。ここできたから俺偉い。ここできたから俺偉い。みたいな。自分ができないところを要するに探して減点法でやったらうつ病みたいな、うつ病みたいになってくるんで、どんどんメンタルやられてくるんで、あ、ここできたから俺らやな、みたいな、感じで今やっていくっていうのがいいのかな、というふうには思いますね。はい。どうでしょうか、皆さんね。はい。皆さんとね、コメント欄とかで、私も要するに、ちょっと精神やられたことあるんですけど、とかね、応援コメントや励ましコメントであったりとか、共感コメントがあると、ちょっと嬉しい気持ちになりますね。はい。皆さんもどういうことがあって、どんな風にやって、どんなあったとかっていうふうな話っていうのがあったらね、まあ、書いてあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。